ありがとうございます。観光営業主任。観光営業主任ですね。聞かれない。そうですね。なんか私が翡翠レディーに鳴らしてくださいってすごい言ってたんです。で、そう言ってたんですけど、翡翠レディーには鳴らせてあげないけど、観光主任だったら、観光営業主任だったら鳴らしてあげるよって言って、ご褒美主任ですね、本当に。ご褒美でいただいたお仕事で、本当に嬉しいです。いずれその昇格していく可能性っていうのは、なんかありそうなんですかね。なんか会長さんは秘めてましたけど、何をすればその上に登れるかっていうのはちょっとうやむやになってるんで、本当ひたすら頑張るしかないと思ってます。はい、この観光営業主任としてこうやりたいこととか、はい、こんなことをやる。でも糸魚川がやっぱり新潟の中でもなかなか知られてない地域なので、まず新潟全域に知ってもらって、そしてやっぱり日本の皆さんに新潟どこ行きたいって言ったら糸魚川って言ってもらえるように、糸魚川に皆さんをおびき寄せたいですね。はい、そのためにこう例えばその、まあ、ライブの時にこう、はい、なんか PR するとか、なんかそういう、こう具体的には何かそうですね。でも私の出身がやっぱり糸魚川なので、その糸魚川のいいところを本当どん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 、本当マルチ商法的にもどん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 もう刷り込んでいく感じで、やっぱり私しつこいですから、どん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 ハマった人には、あ、この人はなびきそうだなっていう人にはどんどん刷り込んでいこうと思います。ちなみにこうどんないいところがあるか、ちょっと今こう、まずホッサマグナがあるんですよ。ホッサマグナって言って知ってますか？ホッサマグナ、なかなかこれさえも知らないんですけど、断層帯なんですけど、東日本と西日本分かれるところがあるんですね。だからそれでJR も東日本と西日本が違うんで、途中で電気が切れるんですよ、電車の電気が。そういうところとか、ところとか言ってもっといいところを言いましょうね。あとは翡翠が有名で、本当に普通の海辺でも歩いていたら翡翠、ありがとうございます、本当にさすがでございます。翡翠がね、取れるんですよ。すごい高いんですけど、でも普通に海歩いてたらゴロゴロ翡翠があるんで、その海に転がっている翡翠は持ち帰って売ってもいいんですよ。で、私小学校の時に売って1000円になったことがあるんです。そうやって荒稼ぎもできる街でもあるので。あと海鮮物が本当に美味しいですね。カニのマリンドリームのっていうところがありまして、本当に一つの船に一つの商売、そのお店があって20店舗ぐらいバーって並んでるんですよ。で、どこでも本当いろんなカニを食べれる、同じカニなんですけど、でも漁船によって全然違うんで、そのカニを食べたりとか、やっぱりその 漁船、魚介類はすごい美味しいですね。さっきコントでやってた日本海側の女って感じですね。はい、ありがとうございます。全然違いますから。はい、もう日本海側のやっぱり魚が一番美味しいですから。全然違う。太平洋の魚食べられてもいいんじゃないですか。はい、なんてこと。はい、それで明日、その R1 の本番ということで、はいはい、まあ、ちょっと意気込みというか、まあ、さっき映像でもう13万8000円、そうですよ、5000円でしたっけ。はい、買っちゃってましたけど。買っちゃいました。だからもう本当にどんどん排水の陣の方が私は頑張れるので、本当にお金使っちゃって、しかもちょっとなんか喉の調子が悪くて、これはと思って大変だと思って、本当ちっちゃい蜂蜜なんですけど8000円もする蜂蜜買っちゃったんですよ。でもそれも喉にいいって聞いて、マヌカハニーっていうので聞いて、500万取るからじゃあ買っていいんじゃないかって言って買っちゃったんですよ。だから全部自分のご褒美みたいになってるんですけど、でもそれはもう絶対に優勝しないといけないので、これはもう優勝する以外は何もないと思ってます。本当に2位以下はもう何もない、ただ優勝して帰るだけっていう気持ちで頑張ります。はい、公約とかそういうんじゃなくて、もう先にもう、そうなんです、支払っちゃってるんですね。先にもう支払っちゃってるんで、火の車なんで今の状態だと。借金地獄か本当大盤振る舞い生活かってどっちかなんで。まあ、500万取ったら、まあ、今の8000円と13万5000円でもだいぶ余ると思うんですけど、はい、余るんです。
それじゃあ残りはどうします？あの私は本当に友達にお世話になってネタができているので、その友達とかネタ元になった方々にお礼をしないと多分今後ネタはできないんじゃないかなと思うので、そのためにもあのちょっとご機嫌取りとし て, として、あの皆さんにお食事を振る舞いたいと思います。いつもありがとうの分を、はい、払ったり、みんなでリムジンパーティーとかできたら、あの本当にあのリムジンパーティーする女っていうネタもできそうですし、みんな来たら、あ、こういう女の人はこうなるんだっていうのも分かりそうなんで、一斉にそうですね、一緒にディズニー行ったりとか、そういういろいろ女子会をしたり。ネタにして怒られたことあるんですか？怒られたことはないですね、なかなか。でも怒られるようなネタをする人はバレないです。今日の OL さんのネタとかも絶対に自分なわけないからって思ってる方なんで大丈夫です、はい、ギリギリのラインで生きてます本当に、はい、もう明日の今頃はもう結果が出てる頃かなと、ね、ちょうどその頃です、はい、そうですね、本当そうですね。ここから、まあ、今日もあと約20時間ぐらいのかな、はい、そこまでどんな風にこう過ごすのかっていうのは、いやまずはもう本当に練習をたくさんして、あまりイライラすることを周りに起きずも、とにかくもう穏やかにアロマを焚いて寝ようと思いますロウソクを焚いてアロマを焚いて、本当にいい女子として、はい、一番いい女の夜を過ごしたいと思います、はい、こう美容院とかああいうのは行くんですか？美容院よく行きます。でも病院はそのお友達のご紹介というか、私お洋服とか美容代とかお化粧品とか全部いただけるんですよ。あの先輩の彼女さんとかにいただいたり、あとはシルクさんからお化粧品いただいたりもうこの肌は本当シルクさんでできてるんですけど、あとはもう本当美容院とかもあのジャングルポケット太田さんの奥様からご紹介していただいた美容院だったりとかするんで、その方々にもちょっとお礼するためにちょっとお金ばらまかなきゃいけないですね。明日はそう瓶磨きをかけてから出る感じですか？明日は朝がすごい早いんですよ。ああ、そうなんだ。なんで、まあ、一回半身浴してから行きましょうか落ち着いて本当普段の生活をして行きたいと思います。普段半身浴してるんで大丈夫、ありがとうございます。他に本当にもう夢にも思わなかったっていう、このもうびっしり入ってるお客さんは全員私のことを見に来たんだって思えば思うほどにやけちゃうというか、もう嬉しいみたいな、本当に結婚式以上に幸せなことだと思ってるんで、私は単独ライブが。なんで結婚式って女のね一番見せびらかせる場面じゃないですか。でもこれが私にとっての一番のストレス発散法であったり一番の快感であるんで、やっぱり単独ライブはやっぱり大好きだなって本当味わわせてもらいましたし、もうなんて言うんですかね、こんな広いところというかリハーサルからもうずっとウキ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 してましたし、最後またありがとうございましたって幕下げてパーって手振った時にみんな手振ってくれるんで、もうすごい泣きそうになって本当にみんな褒めてくれてるかのように、まだ褒めてまだまだ頑張れよっていう人もいると思うんですけど、でもなんか本当に頑張ろうっていう皆さんの本当もう力がもう私に伝わってきたのですごい嬉しいですね、はい、緊張とかはあまりしない？緊張もネタやりながらしていくんですけど、でも緊張し、あのシソンヌの二郎さんが緊張してもなんかそのキャラが緊張してるだけだから自分の話じゃないからっていう、なんかそのなんか幽体離脱みたいな話をした時にあすごいと思って、そういう考えにしようと思ったんで、いろいろちょっと幽体離脱というかいろんなあの何人もいるって思いながら頑張りました。そうです、そうです、もう一人の自分がずっと俯瞰で見てる感じで、はい、やってました。